白穂第一は、日本の政治家、衆議院議員、沖縄県議会議員、沖縄県八重山郡武富町に生まれる、沖縄県立八重山高等学校、日本大学法学部法律学科卒業、沖縄県議会議員を3期務め、1993年、第40回衆議院議員総選挙に、公明党公認で、沖縄全県区から立候補し自転落選。 1996年第41回衆議院議員総選挙に新新党公認で沖縄一区より立候補し初当選。新新党分党後は新党平和結成や公明党再結成に参加。2000年の第42回衆議院議員総選挙では自民党の下地幹夫とコスタリカ方式を結び、下地を自民党比例にし、 シラホ小選挙区で公明党候補として立候補して2回目の当選。2000年8月に沖縄開発調整部次官に就任。2003年第42回衆議院議員総選挙は下地が自民党を離党したため公明党を公認自民党推薦で立候補。選挙戦では下地との小選挙区での直接対決となったが勝利し3期目の当選となる。 2005年、第44回衆議院議員総選挙で再度、下地と直接対決となるが、今度は、敗れ落選。2007年4月、沖縄県選挙区での参議院補欠選挙で、候補者として名前が上がるも、公明党副幹事長として、統一地方選挙に専念するため、辞退した。その後は公明党沖縄県本部顧問を務めていたが、2011年4月、 沖縄県立博物館、美術館館長に就任した。2013年2月18日、闘病中だったギノの湾市内の国立沖縄病院で、肺炎併発のため死去。70歳没。1993年の衆院選初立候補時、当時のサッカー J リーグブームを受けて、早速、沖縄に J リーグチームを作るとの公約を掲げ、大方の霊賞を買ったものの、 1999年には、サッカークラブチーム、沖縄狩吉フットボールクラブが結成され、2003年には FC19 が発足。当初の公約は10年越しで実現された形となった。その後、シラホが死去した2013年に、日本プロサッカーリーグの理事会で J リーグへの入会が承認され、2014年からの J3 リーグ参加が決定、沖縄で、 初の J リーグ参入クラブが誕生した。晩年は国連初期間の沖縄誘致やご茶屋御殿の文化財保存などを掲げていた。ありがとうございます。